レモンストーリーで DJ をやってます。高めでしたね。高めのまっすぐ打ってましたね。見逃せばゴールというところですかね。レモンストーリーの田村、ちょっと掘りすぎですね。次の人キフかな。あれはやれるよ。アイケルボール。いいところですね。ツーストライク。そうでしょうね。外の勝負でしょうね。粘りますね、粘りますね。ちょっと前田投手、一応ボール高いですね。次と次のバッターボロボロだから大丈夫、大丈夫。初球から行ってしまいました。打たされた感が、おお、いいサード。サード、足が動いてます。サード。さあ、また掛布磯部。掛布磯部。岩手メインコイテレビから登場です。いいですね、志賀さんのヤジがまたいいですね。いいですね、久しぶりなんで。さあ、ワンサイドワンボール。あ、外のマス、外のスライダーですかね。全体ミーティングでは内側の変化球で勝負と言ってましたが、外に投げられるかと見た富田選手。ワンボールツーストライクですからね。さあ4球目。おやばい、ライト。そうですね、これは。
選手得意の走塁が見れるかですね。ここはモモが上がればいいです。上がりました。おっと上がってない。出ました、得意のが出ました。中台打で、宇宙金三塁打。三塁打。これ一番やってはいけないのはフライを上げることですね。出ました。往年の。ベストナイスプレーです。キャッチアップでホームイン。レフト高尾選手ですね。レフト高尾ナイスキャッチでしたね。あのバッティングも打ったバッターもないバッチリさ。離れから回復したばかりの萩原選手ですね。24番は川添選手なんですが、あの米城の川添の後継者。ヘルメットの7番がちょっと気になりますね。目の前見えるけん。
ット、ショートゴロ。ここは一つ。さあ、ショートゴロですが、ランナーナイススタートで、スコアが3点。時間も取って、少し前ですね。行きました。サードサードしかもサードなんか大忙しになってますけども何をやってんだ何を大藤選手変な抵抗しなければセーフだったやっぱ走るべきでしたね。これ走るべきやとはサードは軽い愚かさとはそれが何か見せつけて今日のバットボーイは藤本さん。5番今のはちょっとピッチャー持ち病をしましたね。ここはなと完全に寂しいの流れかと思います。いい入りですね。今日は北京から、丸田さんも解説に迎えております。感想言って何を打つのやんか、何を。まっすぐ待ってますね。試合前ミーティングでは、忠義さんにインコースのスローカブ投げてれば安牌だという結論に至った。アウトローのボールを投げて振るんじゃない。当たったろ。ちょっと、もったいない、もったいない。そこはアウトローのボールでボールを振らせるんじゃない。当たりますか。いいな、いいな。サウナウトから門脇さんが投げて、ワンアウトランナー1です。そして、ポッターを休めて。ファースト送球が怖いか。ちょっとイップスですね。走りました。
まかり。さあ、ナイスラン。ナイスラン。さあ、ちょっと。サムライビーのレッツゴーが。チャンス、ここは1点返したいですね、本当に。やりますね、小田選手。2個目の通りを決めて、ランナー3塁。このバッテリーはもうバッターショットやってるね。今、小田君もよく見ましたね。見ました。外のスライダーでよかったと思いました。
チャーパッチこの回から背番号19番谷選手です。
ウトに見えましたけど。須藤選手見せましたね、ここで。ここで見せましたが、まあ、全勝優勝選手のナイスバッティングショットから。さあ、先頭出ました。先頭出ました。さあ、チャンス。得意なんでしょうね、得意の。バントのサイン、エンドランかな。あれは無理、あれは無理と。ちょっと今のは無理。セットナイスボールでした。さあ、追い込まれた松山。感じでまっすぐが来ましたが、さあ2巡目、2巡目、おっと、デモンストーリーの中村ですね。打ちましたね、足を。やっぱり音楽には魔物が積んでいると、魔物がついてると。なるほど。センター後方でアメリカ人がスローピッチやってるんですが、あれ危ないですね。横っ飛びを止めましたが、内野安打。サード、ナイスプレー。まあいいですね、ツーアウトからランナーが出て3人で終わらなかったのがいいですね。さあ、さっき痛恨のエラーをしてしまったバッターですね。記録はヒットのようです。ちょっとスタートが遅れたか。おっと、ショート、ショート福島がまさかの落球。焦ってしまいましたね。ちょっと集中力が上がってましたかね、侍氏。さあ、ここで1点が返したいですね、サムティは。今の家で夜飲んでたという情報が入ってきますが、その影響が出てるんじゃないでしょうか。さあ、ツーアウト。ピッチャーゴロ、ピッチャーゴロ。さあ、追加点ならずもったいない。バット。4回表、侍氏の攻撃バッターは坂本。
のコントロールが良かったので、私はしましたね。と思ったんですよね。最後のまっすぐ見てますからね。バッテリーはもうカーブでまっすぐは入れないですね。カーブ5球ぐらい放っとけ勝手にかなぶりするんじゃないかという心臓の感じはしますが、もう今の一撃で変化球が出ないですね。さあ先頭で対戦三者凡退の後バッターは磯部これいい感じのライトフライでしょ、ね、今回チャンスだと思うんですよ。センター方向に意識をして、
岩手メインコール。さあ、これはイージーだ。おっと、それたのではないでしょうか。ファースト、ライトに続いて打球。ちょっと、じゃあ、マイターがイライラしてるんですよね。闘魂注入されないから心配ですよね。レーザー持つ。ライトゴロ。見せました。オート選手は一応先ほど一生懸命落ちもないので、そこで気持ちよく落ちもセーブ。そうですね。暴動でってことですね。
Thank you.
A 球が出ました。3年ぶり2回目の A 球が出ました。ライトにぶつけられるという。ぶつけられちゃいましたね。さあチャンス。ここは4番浜ちゃん。2021日田さん出ましたから。いただきました。さあ追い込まれて。高め外れてワンボールツーストライク。さあ次の変化球をどう仕分けかですね。
さっきまだ打ちました。打ち取れません。あ、3回死んだ坂本。まさか。みんなが打たしたいってよ。ロゴをつけてるのは志賀さんですかね。
張りたい谷。ワンアウト、バッターは花田、ピッチャーは、ヘッドインター北、四角い中、キャッチャーは志賀。
ストフライで、ゲームセット。